チッス、誰も知らない異端児こと、イカレタコスクです。ユキヤコンコン、アララヤコンコン、フッテヤフッテヤ DLC の方でございます。とりあえずですね、まあ、世界をね、巡ってみました。敵めちゃくちゃ強かったんでね。で、最初の街で、簡単なクエストをいくつか受けたら、それ槍の強化はできたと。まあ、強化って言っても、これですね、改造できるようになりました。まあ、これ単純に攻撃力 1.5 倍ぐらいになったのかな？サイレンスの槍がさらにね。なったんですよ。で、で、さらに、まあ、コメント見る限り、武器強くしないとお前死ぬぞと。ぽっくりあの世に行って、機械に食われて、肉片になって、ピンクのジュースになっちまうぞと。そういう話を聞きまして、じゃあどうやったら武器が強化できるのかと思ったら、この店に、この DLC の村にある店に、完全上位の弓矢がね、3つ売ってたんですよ。で、それでも普通に手に入んなくて、どうしたら手に入るのかって言ったら、緑の宝石が必要であると。で、緑の宝石はどこにあるんだと思って、商店の中に地図があったんで、簡単にね、動物飼って手に入るものだったんで買いました。そしたらですね、こういう感じで置いてあって、敵とか倒さなくてもいいみたいだと。なんで、これを集めていかなければいけない。ただこれ、そのまま書いてある個数が起こってるわけですけど、武器に使うのがね、1個17個、防具にもね、17個ぐらい使うんですよ。で、ぶっちゃけこれだけじゃ足りないんじゃないか。あ、いやでも結構あるな。全部集めて、2種類、30個ぐらいがね。ですかね。なんで、とりあえず、取りに行こうかなと思います。せっかくなんで、探索がてらね。で、だからね、もうほんとね、あのね、前回戦ったけど、デーモン化しているやつがね、めちゃくちゃ強い。一部の敵はまあ、現存種。前から見かけてたやつのデーモン化したやつはまた一撃で倒せるんだけど、ストーカーとかね、もともと強かったやつがベラッボーに強くなってて、はっきり言って、挑みたくない。なんかいるぞ、もう。なんだあいつ。スクラッパー？なんか随分動きが。あ、誰か戦ってんな？戦ってるか？おっと、違うな、なんだ？いきなり。スクラッパーはいるけど。なんで？お。なんであんなあいつら激しく動いてんの？巡回の速度じゃありませんね。で、とりあえず、あ、ちょっとスルーしとるやん、もう。これ。これ取り切った、あ、あれだ！あそこに飛び降りるところがあるってことは、ここ登れるんだ。登れる？これ。登れそうだ。そこなんか、掴めそうだけど、違うの？よいしょ。いけるんじゃん、これ。いけそう。このゲーム、結構ね、無茶をして、いけることがある。あ、やっぱりこれいけるぞ、これ。バグ探しみたいな感じですけど、割とね、ここ、ゆるさがね、いい感じなんですよ。あ、登れなかった。なんで？どうやって登った？さっきこれ。こうか。こう。で、こっち？あ、違うな。こっち？こっち？なんで登れないんだ？こうか。違う。順経路を探すか。割とね、このゲーム、こうやって登れるんですよ。ゆっくり、ゆっくり。これさ、そう。またね、ちょっとこの間 E3 の動画上げたんで、デスストランディングの話になっちゃうけど、同じエンジン使ってるって言ったし、あっちもオープンマップじゃない？こういう裏技的な移動ができるんじゃ、ほら、見て。こういう裏技的な山登りができるんじゃないかって思ってるわけですよ。あ、でもちょっと、厳しいか。いや、いけそうだな、これ。いけちゃうな。それとも、これ、こうやって登るもんなのかね。ほら、ありました。不思議な結晶。これ、裏技なのか。裏技でもないか。なんかしら方法あるか。さらに上とかね。まあ、登れないところはほんと登れないけど、他のところでも、いや、これ絶対準経路じゃないだろうってところをね、登って、行ったら、なんだっけな。NPC が、下にね、敵がいて、NPC が上に隠れてるっていうミッションだったんですけど、それ行って、もう、オーバーライドしたのかな？その敵を。そしたらさ、全然進まなくて、ミッションが。なんでだろうと思って、登りまくってたら、その NPC のところまで登れちゃったんだよね。あから、どう考えても登れないルートから。窓枠とかをうまく使って。そしたらね、
その NPC たちのとこ行ってもね、何も喋ってくれなくて、結果オーバーライドしたやつを倒したら、クリアになったんで、まあ、実際行けないところまでサクッと行けてしまうので、ちょっとね、それはそれで魅力かなといったところでございます。さあ、あれまだあるやん。ちょっとやめてくださいよ。え、同じところ?この流れか。喋ってて、完全に今、忘れてましたが、このルートね。このルートでも用意されてんじゃないの?そういう感じしません?なんで今回はね、こういう動画ですね。こういう動画ですね。あ、でもまあ、この辺は割と、用意されてそう。行って。でも、普通のルートないの?でも登れないもんな。だからきっと本当は上から行くんだろうね。さっきどうやって登ったっけ?あ、行けた行けた。どこだい?この真正面にあるな。え?見える?この辺でも用意され、なんか用意されてる感あるな。これかい?はいはい。あ、これな、よく見たらこれ機械なんだね。もう一個あるっぽいんですが。ここ?ないよ。ないよね。あ、これか?お?割と見つけにくい。え、だってそ、向きだけで言ったらこうだよ。全然わからん。全然わからん。それとも、アイコンはずれてる割と。ないな。あ、ないな。これ後で見つけないと言われるぞ、コメントで。ありましたよ。違う違う、そこじゃない。違う違う、そうじゃない。そうじゃ、そうじゃない。君がわからない。ないよ。まあいいか。とりあえず、万が一足りなかったら、後々取りに来よう。とりあえず、武器、弓矢1個あれば火力にはなるはずだから。じゃ、とりあえず次は、ちょっと今回は、細かいところは、動画の外で探せばいいから、とりあえずここでしょ。ここ、まず次ここでしょ。ヒリヒリする。ヒリヒリする。霜焼けかな。結構ね、残ってんすよ。現代というか、過去の遺物が。おかげでね、ちょっと移動のしてる感じが違うのと、あと、制御塔っていうのが、ま、前回で言う、前の、オリジナルの方の、本編で言うところの、なんだっけ、汚れの地域みたいなやつでね、あるんですけど、まあ、ちょっと見かけたらね、説明しますけど。で、こうやって、いてくれるんですよ。また、見回り巡回チームが。こいつらのおかげで、なんとかね、やっていけそうです。レベル上げは特に今もう、何が何でも必要って感じじゃないんで。あいつらをうまく使って、制御塔とかをね、クリアしていきたいな。制御塔ないかな、途中に。制御塔はね、なんかね、範囲にいるね、機械をね、回復してくるんだね。そいつた、その制御塔をオーバーライドしないと、もうめちゃくちゃ敵が強いっていう、その範囲にいる。そういうとこなんですよ。あ、これちゃんと、これも、やってくれんのか?緑の宝石も。じゃあさっきのところもそうすりゃよかったじゃん。まあいいでしょう。あ、さっきの連中がさ、こっち側に歩いてってくれればさ、
よかったのにな。まだ獣道歩いてますよ。大丈夫か？マジで、マジで。てか普通のトランプラーだって団体様でいたらやばいんだから。デーモン化した何かがいたらやばい。あ、そこ行こうよ。大丈夫か？あ、あっちにもあんの？え、どっち？と大量にあんのは？上か。ちょっと全部焚き火行きたいけど、行ってると時間かかっちゃうから、この綺麗な山々を見ながらね。いいですね。これもっとさ、あ、煙出てんだ、すごいな。あそこも行ってみたいよね。まあ、とりあえずいいか、ミッションで行くんだろうな。とりあえずあの引きのカメラが欲しい。もっと個人的にね、要望として。めっちゃ綺麗だから、アロイちゃんもうちょっとちっちゃくなる引きのカメラが欲しいな。移動中だけでいいからさ。上とか見ると大変だからね。すごい綺麗でしょ。流れ物に構ってる暇なんかないんだよ。誰だ、なんかいる。誰だ。人間味方ですね。まあいいか。あー、でもここは町扱いか。町の人間はね、近くまで敵が来ても助けてくんないんですよ。あの、見回り中の傭兵じゃないと。ありました。お、これじゃない？あー、顔料の方か。顔料も似たようなアイテムなんですけど、これっておしゃれ、あ、能力上がんのかな？そういえば顔料って。単純に、あの、見た目の顔に、なんか塗るだけかと思ってたんですけど、なんかもらえるのか、もしかして。アイテムもらえるのかな。衣装というか、なんつうの、フェイスペイントで終わりじゃないのかな。だとしたら、もっと集めておけばよかった。まあ、それも地図買ってからにするか。やっほー、やっほー、うわー、すごいー。この下にいたっていうのがすごい。で、向かいの山に行けるっていうのがすごい。っていうか、すごいところ、煙もくもく出てるところは、一回行ってみたいところでね。行ってみるか。行ってみようかな。今日、動画で。ちょっと、近くまで、行けそうだったら、行ってみますね。今何個だろう。また長くなるな。いや、今日ちょっとね、時間がね、いまいちなくてね、あのね、今1時間ぐらいしか今、この録画できる時間がなくてね、ちょっとね、申し訳ないね、バツナギ的な感じになりましてね、ちょっと急ぎでカットでいこうかなと思ったんですけど、こういうのは。一気にね、強い敵との戦いだけを移していこうかなと思ったんですけども、まあせっかくなんでね、この私が強くなる過程を見ていただきたい。ゲッツ。ゲッツゲッツ。何個ですか？十何個ぐらいあればいいんだよ。今何個目？書いてないか。あ、書いてないな。今10個かな。10個？そんな持ってる俺。そんな持ってんの？あ、そうだね。11個。あ、割と1個分の武器は集まりそう。取り逃してんな。これ。あ、いける？あ、いけるいける。あ、これで綺麗にわかるやん。あれあれあれ、今ここいなかった。あららららら。よーいよー、いい感じだ。これいいですね。これでいいんだ。文明の利器、フォーカス。これが、今、旗やってるやつかな。そうだね。あともう一個。13。もうちょいだな。もうちょいか、もうた17だったか16だったかな。あっただよ。あっただよ。なぜこんなところに結晶が？いや、わかりません。さて。近いところ、ここだね。
まだそんなにファストトラベルできるところも多くないんで、ここ行きましょう。17個で、それでね、足りるはず。いやー、吹雪もこんなに綺麗になったんだな。これさ、こういうエフェクトね、いつの間にか綺麗になってたよね。こういう 3D ゲーム一個一個毎回見比べてはいないんでわかりませんけど、いつの間にかすごい表現になってたな。ちょっと前だとね、雪山で始まるゲーム、レッドデッドリデンプションだったけど、あれも綺麗だったけど、こっちも綺麗だな。いいのかこれで。このルートのやつめっちゃ楽だな。あの道も教えてくれるっていうね。さあ滑り台。アロちゃんお尻がびっちょんちょんですよ。後悔するかも。後悔するかも。割と遠いな。どっち？こっち。おっと待てよ。あ？敵かと思った。さっきの村じゃん。これは安全かな。あ、今回敵に会いませんでしたね。まあ今回ね、割と敵もね、まあ、いるとこにはいるんですけど、てかもっと北の方に行った時にバシバシいたから、あれか、この、なんつうの、開拓されてるルートっていうのは割と少ないのかな？思った以上に合いませんでしたね。前回前回じゃない、お前、デーモン化してんじゃないか、しかも。フラグを一瞬で回収するんじゃないよ。びっくりした。鳥が優雅に飛んでいる。あれ？あの鳥はグリントじゃないね。グリントだったら笑ってらんないからね。いやー、なんかダムみたいな遺跡のところに来ましたね。なんか敵いそうですよ。やめてくださいね。私は敵と戦いませんよ、今日は。おっと、ここにゲッツ。お、商人だ。売ってる？君、武器。あ、売ってる！あ、足りる。え、あ、足りるじゃん。これかなぁ。強撃なのかなぁ。超級ね。いや、これ使ってみないと、いまいちわかんないんだけど。この、討伐の弓も相当ね、強いんですよ。普通の今使ってる長弓の威力3分の2ぐらいあるんで、連射力考えるとね、割と強いんだけど、まあ、でもちょっと一撃強くしないといけないんで、これにしましょう。いくら？いくら？ただ、あ、宝石だけなんだ。イエス！宝石商。で、シャドウの代わりにこちら。そして、シャドウの弓もついてるかな。あー、一応あるか。これもとにかく威力上げとかないと勝てんからね。シャドウの長弓の、あ、操作性上がるやつある。これを外したい。外せないか。外す。あ、三角で体にすると、オッケー、操作性もアップする。よし、オッケー。よーし。ちょっと次のやつは、また集めておくとして、さっきの、いけるかな？どんぐらい出るかな？やってみるか。スナップもいたよね。遠かったっけ？スナップもいたいたいた。とりあえずまず素で打ってみよう。あー、長いね。長っ。あ、でも強っ。
強っ。337だって適当なとこあったけど。これはいけるのでは。オッケーオッケー。いや、あぶね。でもこれはそもそも見つからないこと前提ですね。てかなんかいっぱいこっちに気づいているがえ、デーモンってさ連動してないよね、まさかね。まあ、何かしらの非弱点とか当ててから弓で撃つのがまあいいかな。でもあいつ確かね、全然燃えなかったぞ。耐性上がってんのかわかんないけど。あ、でももう燃えるか。よーし、来い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 。いやーでも、きついな。効くか。いやー、きついな。だいぶ、一匹倒すのに。でもまあ、希望は見えましたね。前、弓矢じゃ倒せる気しなかったからな。ダメージ。いい音。よーし、大変だけどなんとかなる。アイテム回収しに行けないけど、オッケーオッケー。まあスナップも倒せたからどうなんだっていう感じはありますけど、スナップもねは割と体力としてはわりかしある方なんで、あいつが倒せるならワンチャンある感じですね。さあちょっと行ってみるか。どこだろうあれ。どこだったんだ。一旦ここに移動して、ここで煙の出てる山を見ますか。まあ、ちょっとなんか周り暗くなってきちゃったから、もしかしたらわかんないかもしんないけど、どっちかね。でも、いいね。この、なんつうの、オープンワールドで、遠くに見えている山に行くために、あれって、ファーストトラベルするとどれぐらいの距離にあるんだって考えること自体が、なんか新鮮ですね。まあ、行けんのかわかんないけどね。あの山登れるかわかんないけどね、煙のところにね。あれっぽい、あれだ。あ、いけないかな？相当山ですね。まず近くまで行ってみよっか。さすがにあれはいけんか。まあ、このミッションの、この DLC の核心につながりそうだからな。歩いて行けちゃまずいか。あー、ちょっと行けなさそう。あ、でも、割り登れるな。この上でしょ？なんかでも。あ、なんか道、あるっちゃある。登れるところさえ、用意されてるなら、いける？ちょっと、断崖絶壁だな。難しいですかね。これは、生き方、ちょっと出してみるか。出ないか。あ、でもなんか、道が、山賊の、あ、これはでもミッションの道か。さすがに行けないか。かなり気をつけないと。はい、気をつけます。もう一回、ちょっとぐるっと回ってみよう。この、登れるところを探して、歩き回るのは、いいな。こういうのあったわ。貯蔵装置
スキャン装置。何にスキャンされたの？そう、ここ盗賊のお家なんですよ。ここで俺をスキャンしたってこと？なんで？頭はどこだ？いつも通り自分の手。まだ探してる。よく喋るな。お前ね、きつすぎねえか？ったく、イライラするぜ。抜きづらいったらありゃしねえ。いけるかな？いけないか。やられたぞ。やられたぞ。あ、見つけたのか。今んところざっと見た感じなさそう。いや、この上か？登れないな。いけるいける。警報。騒げば仲間が来そう。あ、だいぶ近い。上にでも檻があるね。おっと？顔料かな？イエス。今日ピョンピョンデイですね。おごめん。拾えるものは拾っていこう。神なる山に近づいていますよ。レベルももう46です。こっからいけないか。さすがにこの辺はデリケートか。さあ、ただの宝石探しがこのか、あ、ちょ、なんかいるな。何あいつ。スキャナー兵がいる。ってことはバレたら一発？こいつで。あいつがすごいな。スキャナー兵。この距離なら！よし。でかいを立てると来ちゃうからな。まだいる？あ、いるな。お茶してるやつが。それじゃ別の手だ。オッケー。ちょっとアイテムは後で取るとして、とりあえず山に近づきたいが、いやー、難しそうだね。あ、でも、道があるな。うわ、帰り道か、これ。なんか、行けそうじゃない？行けそうじゃない？道を間違えた。間違えた？あ、ここには入れない。これがあるってことはいけないってことか。残念。ってことは、どっか洞窟かなんか遺跡かなんかから行くんだろうね。もうこっちはもう山賊の方だもんな。でも、武器の性能が、ここの山賊の連中、ダメージ量だけ見ると、300とか400はダメージ出てましたから、私も。今までの武器だと、ワンチャン、かなり厳しかったイメージがあるんで、この長弓、長弓手に入れて、山賊どもは狩れるということがね、わかりましたね。だって300、400だからね。特殊なもんないか。もう十分ある。これ箱の中にはないんだな、あの宝石な。さ、というわけで、じゃあ私ここに入って、このお風呂に入って、お風呂に入りたい。よいしょ。さ、というわけで、今回は青い宝石じゃない、緑の宝石と、とりあえずなんだっけ、新しい武器の試し撃ちと、私の探求心の、あれ？犠牲になった山賊さんのお話でした。それでは、また。